ソラちゃん？こんにちは。あの、ありがとうございます、ライカさん。あの言葉、あの時はたまらなくなって飛び出しちゃいましたけど、いろいろ考えてライカさんの言いたかったこと分かったんです。で、あのライカさん、うん、俺の妻になってください。どうとやってみよう。ライカさん？違う、今日はあなたの妻。いい、これはいい。ユータの妻になって本当によかった。